こんにちは、青年座の伊藤潤です。私の一本、私の一本はですね、まだここ青年座に入ってまだ私は舞台に立っておりません。ですので、あの研究所の時にやった卒業公演で僕の東京日記という永井愛さんが作で、演出が黒山誠さんでやらせていただきました。でその時に僕は相良ちゃんというそのクリーニング屋で入れ墨が入ったちょっとまあこわもてのそういう役柄だったんですけども、今回なんと真っ赤な UFO、 9月29日から10月8日にかけてやるこの真っ赤な UFO が初舞台となりました。でその時も演出が黒山さんですので、ぜひお時間ありましたら皆さん見に来てくれると、僕のデビュー作楽しみに見ていただければ嬉しいと思います。1978年東京一緒ですので、ぜひどうぞ。